ゆです。前回畜産をしたロフミンさん、今回は前回やった女王蜂で蜂の巣箱を作って環境を整えています。水に浮かんだ丸太、水中では道具が持てないのですっごく散りにくいです。説明もついてますが、レベル100に弓は中レベルですね。こうして道場人さんの狩猟は始まった。夜も昼も一心不乱に木の板に矢を放つ通した。そしてついに君のレベルが20レベルになりました。ついでに設備のレベルも上げ、ボス戦用の武器を作る。ボス戦用のご飯も作る。これがいわゆる勝負飯ってやつですね。次回、ついに初ボス戦、エークシュル。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。